しないと、ダイソンかなんかまたげばいいんじゃない？ねえ。だって実際さ、トトロの、あ、トトロじゃない、ジブリの魔女の宅急便ってさ、デッキブラシとか代わりに使うじゃん。本当はほうきなんだけど、キキがさ、魔法の能力がなくなって、空飛べなくなって、その後にデッキブラシで飛ぶんだよね。男の子がさ、気球にさ、引っかかっちゃって、そのまま飛んじゃってさ、それを助けるために。ねえ、ゴーゴーキーキー、ゴーゴーキーキーとか言って、うーんって頑張んだよ。もう魔法使えなくなっちゃってさ、風かなんかになっちゃって。トンボもね、助けるために、うーって一生懸命さ、飛べよ！なんで飛べないのよ！あなた、こういう時にできなきゃダメでしょつってさ、くーってやって、こうやってふわ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 ってなってね、こうやってやるだけ、ゴーゴーキーキーゴーゴーうーんとか言ってさ、こうやってなってね、それでさ、こうなって、うーってやってね、こうやって、うーってなって、くーってなってさ、ってなってる。あ、すいません。じゃね、私ね、魔女の宅急便ね、ガチで好きなの。あの人のママに会うために、今一人電車に乗ったの。黄昏ワンちゃん。バイク、危ない。うちには帰らない。あの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言。光なことは早く諦めない限り。あ！あれ？すいません。よし。すべて集中する。ダメ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 。オッケー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 。まっすぐまっすぐ。ママから電話で叱ってもらうはないだい。あの人は慌ててる頃よ。バスルームにルーチの伝言。手当たりしない友達に尋ねるかしら。私の行く先を。不安な気持ちを残したまま。明日はきんどん遠ざかってゆくわ。明日の朝、ママから電話で。叱ってもらうはまいたい。叱ってもらうはまいたい。おぉ、これ。あ、これちなみにパンツじゃないからね、これ。これスパッツ履いてんだよ。パンツの上に見せパンを履いてんだよ。パンツじゃない、見せパン、ほら。ハーフパンツを履いてんの。
ちょっと飲み物だけ最初飲んでいいですか、こちら。私1本ね、ファンタグレープの L を頼みます。マクドナルドのファンタグレープの L。で、あそこの店員さんはリスナーさんなんで、何も言わずにこっちをつけてくれる。優秀でしょ。私はストローって分かってるからね。すごいっしょ。マック1年以上食べてる。まあそれが普通じゃない？大体普通の、まあ、好きな人は、好きな人でも1ヶ月に1回ぐらいじゃない、マクドナルドって。1ヶ月に1回食べたいなって食べるよね。1週間に1回とか食べてる人は少ないと思うな。うん。私はでも最近マック食べてないかな。ちょっとポテトだけ先にいただきますね。こっちでポテトの L。熱々のうちに、うん、美味しい。仕立てだわ。あのね、S、M、L ってあるんだけど、S だとめっちゃ少ないじゃん。M もちょい足りないじゃん。L がちょうどいい。カロリーすごいんだけどね、この L サイズってね。これだけで500キロカロリーぐらいだよ。M だと400とか300。S が300ぐらい。だってこれじゃがいもだもん。揚げ物でじゃがいもだからカロリー高いわよ。これで700キロカロリーだってみんな。L サイズは。やばくない？普通のご飯だよね、これ。やばー。定食で、弥生軒の定食だよね、弥生軒の定食頼んで、お漬物を上に乗せた感じよ。700キロカロリーって、うん、700キロカロリーもない。じゃあこれは何キロカロリーなの、このポテトネイルは。でもさ、塩分はね、その日によって違う、時間帯によって、ね、夜はね結構しょっぱいことが多い。朝は普通、朝昼夜でだんだんねしょっぱくなってくの。夜のマックってしょっぱいからね、ポテト。わかるっしょ。で、だいたい平均してね、うん、なんなんだろうね、夜はねポテトしょっぱいイメージね。でもさ、この焼きたてがいいんだよね、揚げたてが。これが焼きたてじゃなくてしなっとだってさ、もう食べる気なくなるよ。全然味違うもんね。うん、パコ分かってます。あ、私は必ずポテトを食べ終わってからハンバーガーに取り掛かるの。これを食べてからこっちに取り掛かるの。だってこっちが冷めちゃうじゃん、こっち食べてる間に。まずくなっちゃうでしょ。最初に必ずこれを全部食べてからこっちに取り掛かると。うん、反対派もいるけどね、反対派も。また男の人ついてきた。エッチね。私がこういう体勢を取ってるからか、スカートを覗きに来たんだね、今の男の人は。ってこっち近寄って、なんかこう下がかみに覗いてたもんね、パンツの中、スカートの中。これは見るだろう。だってこうやってさ、女の子が座ってたな。やっぱエッチな男が見に来るんよ。
や顔を見ると化け物だけど、意外と遠くから見たら普通の女の子に見えるかもね。遠目で見るとね、これね、みんな近くで見てるからこういう風に変な風に見えるけど、うん、全体だけ見れば普通に見えるかも。ほんとね、ふじみちゃんが怒ってる。なんだったん、マジ。ふじみちゃんが怒ってんの、またパクったから。なんつってんだよ。あ、サムネが、サムネが私になってる。私がふじみちゃんのサムネで、あっちが私のサムネになってる。うん、私のサムネはふじみちゃんなのよ。これサムネで釣ってんねんねんから、クオリティが高いやつだよ。魔女にパクられました。そしたら嫌だね、ふじみちゃんの方がクオリティが高いとかさ、みんな自主ってふじみちゃんの方が上だとかさ、ね、ひどいね、文字で汚いとかね、どっちもどっちだろ、汚さは。うん、メイクの差だったよ。そういうことね、メイクとかね、見た目で言ってんだよ、みんな。トータルコーディネートで見ないとな。おじみちゃんメイクが うまいよ。でも、ガタイはおっさんやん。おっさんが変なスカート履いて、踊ってるみたいな感じでしょな。いや、私は体綺麗だから足でナンパされるくない。ボディは女性だからマジで。うん、おっぱいもあるし、デブだからおっぱいあんじゃないよ。痩せてもおっぱいあんじゃない。 C カップをみんな知らないと思うけど、いや、そういうこと言うと食べないよこれ3つ。これ3ついかないよ。もうこれやめよっかな、そうやっていじめんなもん。私のこといじめてさ、そうやってさ、それ食べろっつうのもおかしいよね。汚いとかおっさんとか言いながらさ、結構食べさせんだの、これを3つも。隠しちゃうよこれ、食べないで隠しちゃうよ。ここに、ここに隠したか、こうやってね、バツ、あーやだ、あ、危な、中身が出そうになった、ギリセーフを。どれにする、ブイヤベースシュリンプ、ジャーマンポテト、肉厚ビーフ、もう一つがペペロンジューシーホットチキン。パッケージかわいい、めっちゃ持ち帰りたいぐらい、これかわいいね、イラストかわいいわ。じゃあこれから行こう、魔女のお届け物、ペペロンジューシーホットチキン。魔女のお届け物、ペペロンって入ってんね、ペペロンのジューシーのホットチキン。ちょっと意味がわかんないね。ペペロンが入ってて、ジューシーのホットのチキン。辛いのかな？肉がホットなんだね。肉が多分辛いんだね、これチキンが。辛チキン。で、ペペロンってなんだろうね。卵？ペペロンって何なの？この、これが、タレがペペロンなのかな？なんか四角い。何これ？
イヤホンみたい。四角じゃない？丸くないよ、ほら。ちょっとおしゃれなイヤホンみたいだよね。ヘッドイヤホン。ちょっと待ってね。どうなってんのこれ。ああ、そういうことね。つぶつぶね。つぶつぶが細かいね。このゴマがめっちゃ細かくない？ほら。普通のマックさ、もっとでかいよね。ゴマがめっちゃ細かい。いただきます。ペペロンジューシーホットチキンマック。これ美味しくない？ちょっと食べた人いない？これちょっとうめえな。あのね、ソースはね、でもよくあるソースなんだよ、これマックの。でペペロンっていうのがちょっと謎なんだよ。なんでペペロンなんだろう。ペペロンチーノ味じゃないし。ニンニクが効いてるからさ、このチキンのね、辛さがめちゃくちゃいいね。で、めっちゃサクサクしてる、チキンがサクサク。で、それに、このよくある、あるじゃん、このマックのよくあるソース。あれに入ってるやつよ。よくあるソースよ、これ。あ、結構ね、後からね、じりじり来るね、辛さね。そう、チキチーかなんかについてるソースよ、これ。チキチーだね、チキチーのソース。わかる？チキチーみたいな。これはね、美味しいと思う。マックの辛いの最近ね、当たりなかったけど、これはうまい。普通に1個食べちゃいたいぐらいだもん。いくらだった値段？値段わかんない、ペイで払っちゃったから400円ぐらいじゃない。全部単品で買ったんだよね、私。単品にセットをつけたみたいな。ちょっと今んとここれ暫定1位だね。暫定1位、ほんね、ペペロンジューシーホットチキン、暫定1位です。じゃあこちら、さらに、魔女のお届け物、ブイヤベース風シュリンプ。エビだね。ブイヤベースだから、煮込みか。エビを煮込みましたみたいな鍋でね。ね、おてんばおてんばだ。これがなんかブイヤベースのシュリンプソースなのかな。でこれがエビでしょ、多分揚げた。ちょっといただきますね。ブイヤ、あーあああ、ブイヤベース、ブイヤベース、なんだっけ、エビフライシュリンプじゃなくて、ブイヤベース風シュリンプ、いただきます。このソースがいっぱいついてるとこ食べたいね。ママ、今日のご飯何？もう、たけちゃん、お買い物ママ今日疲れていけなかったかな。冷蔵庫の中で作っちゃった。いい？
うん、いいよ。今日何のご飯？お野菜でいっぱい余ってたから端っこでスープを作ってみたんだ。スープだけ？おにぎりは？おにぎり食べたい。ご飯もじゃあ炊いてあげるからね。ちょっと時間かかるけど待てる？うん、待てる。みたいな感じ。うん。でもさ、このさ、マックのさ、これさ、エビのさ、このブニュブニュ感は私は苦手なんだよ。なんかかまぼこみたいな。全体的なバランスはいいんだけど、これさ、エビの中のさ、この、なんつうの、ちょっとグラタンを固くしたみたいな感じや、マックって、いつも。グラコロみたいな感じ。これがちょっとね、まあ、好きな人は好きだと思うんだけどな。でもね、かなりね、マックにしては複雑な味になってる。いつもの単調な味じゃなくて、何個かの味が重なってる味？ 2、3個。いつもだったら結構簡単な味なんだけど、うん。そう、これは暫定2位かしらね、今んとこね。エビシュリンパー。まあ、ブイヤーベースの味がするかって言ったら、って感じ。微妙だね。ブイヤーベース風だな、みたいな。まあ、風だね、風。じゃあ次、魔女のお届け物、ジャーマンポテト肉厚ビーフ。これはメンズはいいんじゃない？男の人は。どうでしょうかね。で、今回全部四角なんだね。バンズが、このパンが。あー、ちょっとなんかサムライマックっぽいね、雰囲気ね。なんか違うな、ビーフの。なんか別物に見える。ジャーマンポテト風だったよ。肉厚ビーフ、いただきます。ごめん、ちょっと大学生がいたの、2人組の。私のこと見てたかな。いるね。奥にいるわ。いたいた、ジャーマンポテトがいたわ。じゃね、パッとね、食べた時に、マスタードっぽい味がすんねんね。それが結構強い。で、あれとジャーマンポテトいないじゃんと思ったら奥にいるんだよね。中はほら、こういう感じ。結構なんかこのマスタ、何なのこのソース、マスタードなのかな、この黄色いの。なんじゃこりゃ、わかんないもん。これがジャーマンポテトなのかな。ジャーマンポテトプラスマスタードって感じだわ。からしマヨなの。でもさ、あのさ、よくフードコートに置いてあるこういうマスタードあるじゃん。あの味がすんだよね。黄色いボトルみたいになるじゃん。あの味。で、じゃあ、なんかポテトみたいなのも味もするわ。あ、なんかポテトはここにいた、ほら。ここ。下に隠れてんだ。だからこのソースは、クリームマスタードソースだね。チーズクリームマスタードソース。
あーでも複雑な味だわ。大人の味今回。大人向けだね全部。ちょっともう一回食べてみようかな。もう一回最初から食べてみよう。わかんなくなってきた。これチキンね。ホットチキン。うん、美味しい。これだね。うん。一番マックっぽいし、夏っぽい。うん、これが美味しい。これさ、他の配信者さ、何が美味しいって言ってた？ミルさんとか食べてたんでしょ、他の人。で、どれも美味しいんだけど、一番はどれかなってさ。ゾックはペペロンって言ってた？あー、おいたんはエビ？おいたんってチーズさんとこ？あ、チキンとエビの戦いだったんだ。私はチキン好みか。辛いのあんまり好きじゃないけど、これは美味しいと思った。マックの辛い系ってなんか変な味するじゃん。変なミックススパイスみたいな。これは純粋に辛いチキンで美味しいね。え、結構これ後でピリピリくるよ、これ辛い。でも私は辛いの苦手だから辛く感じるだけで、みんなはピリ辛かもしんない。うん。子供はね、今回ね、食べれる味じゃないね、これ。うん。一応、魔女の宅急便だけど、大人向け全部味が複雑。もうもろメイン層は大人かなみたいな。おいたんはニコ生のスキンヘア、あ、おったんね。おいたんじゃなくておったんね。あの朝方めっちゃさ、昨日の夜かな、よっさんがディスってたよね。めっちゃディスっておったんのこと。なんか猫かなんかを首を絞めたとかどうのこうのでって。あいつは犯罪者だってすっごいディスってたよね。ツイキャスで。うん。でも実際それで捕まったんだって。猫を配信中にね、虐待なのかなんかわかんないけど。みたいよ。愛護法なんとか違反で捕まったの。愛護法？うん。でもみんな配信者なんて捕まってるからね。逆に前科ついてない人の方が珍しいかな。今さらって感じだけどね。しかもその猫の首を掴んだぐらいで捕まっちゃうんだからさ。ね、あ、そうそう、よっさんね、サンジさんのことは脱税してるってな。もうめっちゃディスって、脱税王とって言ってね、脱税を詰めると逃げるみたいなさ。うん、そうでね、言ってあげればいいのに、自分は偽札王だってね。そんぐらい言ってあげないと、周りの人もね、言われたの。
言い返せばいいんだよ。偽札懐かしいの、もうそれ知らない人も多いんじゃない、おっさんが偽札で捕まったってね、偽札を作ってね、確か捕まったよね、あれ捕まってないんだっけ、あれ、そうね、全国ニュースになってるね、森吉よしよしよしあれは自分で作ったんじゃなくて送られてきたのか、ごめんごめん、自分でコピーして作ったんじゃないのね、リスナーさんが送られてきてそれが見つかっちゃったってこと、うん、あ、それを使っちゃったんだ、送られてきたやつを偽物だって知らないで使っちゃったってことかな、うん、あ、すべてさんお手箱ありがとう、そのリスナーさん、でも作った方が悪いと思うけどね、作った方も捕まったんで、使った方も、あれもやるとありがとうございます、 Thank you、 A ちゃんもお手箱ありがとう、今ね、なんだかんだ話しながら2個食べちゃったんだけど、もうやめとこうかな、半分ずつって言ったら全部2個食べちゃった今、ここでやめた方がいいかも。